はい。皆さん、こんにちは。大学受験の起境会の加藤です。ちは力なり。はい。今日もこれをやっていきましょう。私の質問箱に寄せられたことに関して、動画で答えようということで、今日はこんなネタでございます。参りましょう。9月の22日水曜日、意外にあるぞ。地理で受験可能な私立大学の6選ということでお話をしみたいと思います。地理 B って、センター試験で使う科目じゃないですか。これで私立の文系学部って受験できるんですか っってて言われるとかなり選択肢って少なり少いもしくはないと思われがちなんですけどちょっと私ねある程度のところ調べてみました特にですけどあの関西中心に調べてみたら意外にうまく活用できる大学ってあるんですよちょっとその辺についてで今回は6つお話をしてみたいと思います。具体的に言いますと和製田 慶応関西の方に来ると関西大関西学院大同志じゃなかったので立命館参金交流の近畿大学これらって地理活用できますよってことを皆さんと知識共有してみたいと思いますじゃあまず1個目慶応義塾大学なんと小学部だけ地理で受験が可能ですえー、と小学部にはなんと選択科目の中に地理があります 英語200点、数学100点一般的な学生さんであれば日本史、世界史、取るかなというところなんとチリで受験ができます慶応の中で唯一チリ受験が可能なのが商学部ということあるんですよねですからごく稀だとは思うんですけど選択肢の1個としてチリは利用可能そして 学学のの文学部も地理の選択がでできるんですいわゆる一般入試だと科目の選択が特殊ですけれども日本史、世界史、数学地理それから国語この中から2つ選んでくださいってことができるんですよなので実は文学部行く子なんですけど場合によっては数学と地理で受験みたいに国語を回避して文学部って入れちゃったり変わった選択が可能ですなお関西学院大学は文系学部全学日程なら チリあります。他の学部学科も全学日程ならチリでの受験っていうのができますよ。これ使える学生って意外といるんじゃないですか。 言っておきましょうか3つ目です早稲田だと教育学部の文系の中でチリ使ってもいいよっていうところが1個だけありますまあこれはかなり特殊だと思いますのでどうしても早稲田の教育狙いに行きたいよっていう子がチリならなんとか間に合うかなっていうことを見込んでチリでの受験やる子はいるのかなじゃあ関西の方さらに注目してみるとこうなんですよ立命館って文系学部の色々でチリって試験ちゃんと用意されてます 全学統一入試それから学部個別両方ともで地理が用意されてますからどうしても立命館にこだわって受験したい子ってどちらも地理でエントリーできますから複数回の受験ができます同様のことは関西大学でも可能でさらにですけど関西大学って結構いろんな学部さんで地理での受験が可能いろいろな入試方式で地理で受験できますよということを示されているので「関西大学文系で受けに行こう」でも地理使えるいや意外とあるかもしれませんよ ねで、私がちょっと調べてみた中で、一番今回の穴場近代でした。近畿大学は文系学部だと基本的にどこも一般受験で地理の問題用意されてます。地理で受験していいよ。っていう風に言われます。で、さらになんと。 農学部と産業理工に関しては選択科目の中に地理が入ってるので場合によっては理系の選択者で地理が得意な子これらを併願する場合僕地理で行きますっていうことは作戦としてありなんですよねじゃあこのように大学挙げましたけど結局私のストラテジーどう活用するのっていうふうに言われれば基本的には国立の理系狙いで勉強している受験生のみんなに 何かね僕工学部とか目指してきたけど違うような気がするから分離中間系の学部だったり例えば思い切ってね慶応の賞とか受けてみたいっていう子がいたとしたら「分点」っていう風になると何が一番ネックかっていうとおそらくですけど国語か日本史史世界史をほぼ独学でやる今まで国立理系狙いであれば物理とか科学とか生物とかに注力していた労力を全て捨ててしまった上で。 じゃあ文系に行くために必要な古文漢文徹底的にやるとかそれから日本史世界史徹底的にやるとか全く畑違いのことになっちゃっていやさすがに狙えないよねって言い出す子いるかもしれませんがあれ僕地理得意なんだけどっていうような癖のある子だったら「文編」っていう選択肢を取った時にはいじゃあ数学英語3つ目何にしましょうかっていうふうに考えた時に「地理」という選択肢が出てくるよねと。 この選択肢があるっていうことは国公立理系狙いだった受験生がもうね何の躊躇もなく僕地理で受けににっていう風にして挑めるじゃないですかしかも地方国公立狙いの子かからすると近代あたりがかなりがな手頃、えー、例えばそうですね金沢大学とか広島大学とかそこら辺を狙っていそうな準宮廷レベル国立理系狙ってる子が文系学部にちょっと興味出てきたんですって今から転身をしようというふうにしたら立命とか関西大学この辺りがとても手ごろなの かなっていう風に私は見えますこんな手段で実はありますよねっていうことをお伝えしたくって今日はまとめてみましたはい、今日扱ってみた大学って意外と偏ってるかなと思うんでちょっと次回ね、うちの動画の視聴者さんの層の中にたくさんいらっしゃると思う岐阜名古屋のあたりにある私立大学でチリで受験できますっていうところちょっとね、もう一回まとめて動画にしてみたいと思いますその上で実際にどんな戦略でチリで受験やってみようかなって踏み込んでお話もしてみたいと思います はい最後までご視聴いただきありがとうございましたこの動画ね役に立ったよっていう風に言ってくださる方グッドボタンチャンネル登録グッドボタンチャンネル登録どうぞよろしくお願いいたしますでは次回の動画もお楽しみになさってください